あらぼわざわせそまるです。今回、銀河気候対マジェスティックプリンスと、まあ、楽しい台なんで楽しいところを見せれるようにちょっと頑張っていきたいというふうに思います。でね、気づいたと思うんですけど、ちょっとイヤホン耳栓してて、なんかスピーカーのところにこうガムテープも貼ってあるんですけど、下と上がもうやばいらしくて、下だと全然聞こえない。で、上にするともうマジ爆裂みたいな感じで、だけどまあ皆さんも聞き取りやすいようにね、爆裂にして鼓膜だけ破れないように一応やってます。お、なんかいつものと違う。え、いつものサイコロじゃないじゃあまあちょっとこれで、いきたいな。で、これ押したら僕部屋出るんで、いきます。お願いします。ドン。はい、決まりました。早くないですか、いつもより。はい、はい、OK。 じゃあちょっと部屋、はい、はい、部屋出ます。成り上がり。はい、どういう体なのかっていうと、まあ簡単に言えば北斗の転生ですね。ここにゲノムがあって、規定ゲノムで当選するっていう台になってます。なのでゲノムを進める特化ゾーン、まあ天波の時みたいなやつですね。なんで通常時はそれを目指して規定ゲノムを目指すと。で、規定ゲノムなんですけど、通常 A、 通常 B、 天国 A、 天国 B みたいな感じであって、250のところがまあ一番濃いところになってます。で、まあ朝一はリセット恩恵として1000ゲノムが最大になるんで、当時250ぐらいから打ってましたね。そうで、まあ一応深い濃いゾーンがね、まあ、400とか250のところとか、まあいろいろあるんですけど、野良でこれ回してるとめっちゃ時間かかるんで、ブラストオブゾーンっていう短縮特化ゾーンを持ってくる、まあそれがすごい目になってきて、でそれの出現率に設定差がありますという感じになってます。あと、まあこの台特有のことで言えば、まあね、似たような時期にあったので言うと、ガルガンティアみたいな感じで、まあガルガンティアって上下パカッと開いてファイブライン見えるみたいな、これはね、枠が動きます。枠が動いてレアが顔を出すっていう、そういう仕様になってて、なかなかにね面白い。まあ、今のスロットでできないですけどね、実際に出ている子役でしかその役割を果たしちゃダメみたいなルールが確か決まったような気がするんで、それできなくなったんですけど。で、まあ今なんか弾を押してきてるんですけど、これまあレア役引くとここのまま押し出されていって、その弾分ゲノムが短縮されるっていう。なんで実際今42回転しか回してないのに82ゲノムまで行ってますよという感じになる。だから意外とまあぼちぼちは進むんですけど、基本的には1ゲーム1ゲノム。まあコインベースも結構高くて、まあ遊びやすいマシンではあるんですけど、いかんせん深いとか選ばれるんで、まあ持ってかれるマシンではありますね。で、この台基本的に結構駆け抜けるんで、見せ場をどれだけ作れるか分かんないですよ。なんで低設定だと旗手に結構重くて400ちょいとかになってくるんで、結構時間かかって当てて駆け抜けて終わりみたいなのが多くなります、かなり。だからもう一回一回の見せ場をすげえ大事にしないと、磯ちゃんちょっとやばい。一番最大の目標っていうのはもちろんフリーズのマジェスティックアタックなんですけど、まあそれ100乗って3セットもらえるとか、多分そういう感じの恩恵なんで、まあ目で見えて楽しいのはそれ以上にアサルトリンケージっていう、闘争本能力を揃える特化ゾーン、まあそれがね大体、まあ、1000分の1くらい多分入るはずなんで AT 中の、まあ、それをなんとか入れられるように頑張りたいなと思います。ブラストオブゾーンも全然そんなめっちゃ減るわけじゃないんでね、まあループ性ある系なんで1回目が重くてももうしょうがないですね。だ1回目引っ張ってきて、そこから引っ掛けられるかどうかで出現率がやっぱ大きく変わってくるんで、ぶっちゃけそこはねあんま参考にならないと思う、個人的には。もっと見るべきはモード移行率になってくるのかな。通常 A にほぼ飛ばなくなるんで、設定6とかだと、まあ、あとは結果的に速いとこ選ばれるのかどうかとか。でも結構天井は行くと思うんだよな。いや行きそう。あー懐かしいな、これ全長のあれっすね、枠ピク。さあケイちゃん、はいはい、ほいほい、初めて来たぞ。なんでけどまだ煽り続いてるんで大丈夫ですね。これはようやくいったかな、モード上がりきった可能性がありますね。はい、行きましたね、これで、ジュニアシステム発動して、ブラストオブゾーンになります。これで本来見えてないはずのレア役が顔を出して弱地になるみたいなね感じの、まあ面白い。これも AT 中もあって面白いと。まあ、こんな感じで、まあ、ここのゲノムを参照して7ゲーム14ゲーム21ゲームの振り分けでやってくれるという感じですね。まあ1回のゲノムこんなもんですよ。で続く時もあるけど残念ながらダメかな。これここで一撃ですね。あでもね、これで連打で当たるんで1回やりましょうか。これでファーってなれば当たりなんですけど、これボタンプッシュで一撃でポンみたいながあります。
で、こっからが大事で、まあループ性あるんで、こっから引っ張ってこれるかどうかがすげえ大事になる。ゲノムチャレンジ、まだダメかな。はい、最深部っすね、これ。まだ可愛いっすね。やっぱよく回りますね。こんだけゲノム連れてかれてますけど、まだ500枚マイナスぐらいで済んでるんで、まあ、今ちょうど2枚目入ったとこぐらいですね。ははブラストオブゾーンかい。温泉町ねえじゃん、じゃあ。で、まあでももう937なんで、天井行くでしょう。まあこれで当てる方が早いんでね。あと、60、まあ70持ってこれいいのか。届かないね、ギリギリ。あとなんかプラスあれか、全長分があるから。あ、これチェ、あのね、スイカ引いてるんですよね、これ。あ、チャンス目だったわ、よかったよかった。はい、変換しましたね。今変換いらないですけどね。はい。普通に当たってくれた方がいい。まあ連打でいきます。落ちてきましたね。というわけで957ゲノムが規定ゲノムということで、ヒーローラッシュ当選です。これがまあメインの AT になります。いきましょう、ドン。で、こっからがすげえ大事で、この台シングルゾロイとダブルトロイあるんですけど、まだ実はね、どっちのフラグも成立してないんで、わかんないですよね、シングルかダブルか。で、ダブルの出現率が100、2分の1ぐらい。で、シングルが、まあ、3点ちょい分の1。だから、100何分の1の方を先に引けばダブルゾロイになります。まあ、むずいですけどね。まあ、ここでしっかり稼いで、ダブルを引くと。先にダブルを引く。戦えっていうね、これかっこいいよね。まあこれでシングルゾロイとで40ゲームやね。まあダブルでも確か100なんで、ね、はい。あ、この音、パーン、パパパパパーン、いいっすね。ラッシュ方法を選べるんですけど、上乗せの仕方をね。基本的に僕結構一番好きなのはこのアサギっていうやつで、目押しタイプっていうやつなんですけど、まあ最初はね、あのオーソドックスに、あのバランスタイプでいずる。さあ行きます。まあこれがね、外れが出てね、減るんですよ。獲得枚数0枚もありえるんでね、マジで。ただこれハーモニックレベルっていうのがあって、まあ勝手に上がっていくんですよね。で、さっき言ったようなジュリアシステムっていうのに入ります。で、まずはそこを目指す。まずはジュリアシステムを目指して、そこで上乗せさせる。なんならあわよくばそこでアサルトリンケージっていう特化ゾーンにぶち込む。まあそれ入れないと勝てないです。さあ、あ、歌歌、ほい。え、強調引いた、マジ。めっちゃ重たいのに。はい、10ゲーム上乗せで、ジュニアシステムに入ればいいなっていう感じですね。強調600分の1ぐらいですよ、マジで。重たい重たい。はい、さあ行きましたね、ジュニアシステムで。これがまあ枠下がって、さっきもブラストオブゾーン中にあったんですけど、これでレアエクになる。え、これスイカ引いたな、よっ。で、はい、まあ、これでチャンス目みたいな感じになって、10ゲーム上乗せしてくれます。この最中に闘争本能力を狙えてきたら、もうめっちゃ熱くて、まあ揃わないこともあるんですけど、揃えたらアサルトリンケージ。そう簡単にはね、言ってくんないですけど、ほい。もう冗談でペルス揃ってるんですけど、枠下ではチェリーが顔出してるっていう。面白いですよね、これ。結構耐えてるな、これは。あ、これもペルか。頑張ってますよ、そんな乗んないんで。めっちゃ頑張ってる。え、めっちゃか、めちゃめちゃか、こんな乗んないです、マジで。ジュリアシステムだけじゃ、あー、やばいね。はい、まあこの中段ベルで終わりという感じで、合計45乗りましたね。これ超ラッキー。あそこでバーを、狙いを出さない、出さない、ダメなんですよ、それが。まあ難しい。ちなみにこれ消化中にも変えれるの で、まあ、好きなやつに選んでもいいのかなと思います。まあアサギ系イズルの順番で僕は好きですね。で、 AT 消化中も、ジュリアシステムのモードみたいな概念があって、まあ、それが上がれば上がるほど、もちろん入りやすくなるみたいな感じですね。そんでこの台、やっぱさっきも言ってましたけど、強レアークがすごい重たいんで、まあ、ギリ引けるラインでいうとチャンス目なので、チャンス目をうまいこと引いてジュリアシステムを目指す。で、結構ね、面白い、本当に枠がもうビクンビクンして下行っちゃうで、これ斬新ですよね。プッシュだ、乗ってるわ、こんな乗ったっけ。さあ弱チェで10ですね。ハーモニックレベルを上げたいんよね。で、このセリフ、コメントの演出でなんかボワーンって上がっていくんですよね。ああ、これでですね、ハーモニックレベル上がりましたね。
なんか一発目からすげえ頑張ってるけど、これ順増 2.8 とかですよね。ペナしたのかっていうぐらい増えないんで、まあでもそのおかげでジュニアシステム中ね、いい感じになるんでね。あと35ゲーム、これ終わるまでにジュリアシステム入れてアサルトリンケージ入れないと終わりですね。ジュリアシステムだけだとマジですぐ終わるんでね。チェリー、お、え、嘘、強チェ、嘘、そんないけないっすよね。よう頑張ってんな。さあ30話のせい、あとはジュリアシステムを発動させるだけ。残り50になりましたね。はい、ダメか、ダメっぽいですね。あ、ちなみにマイナスは599枚でしたね、から始まってあと290枚って感じです。あと14ゲーム間に合うか、これむずいね。で結構これね伸びた方っすよ、マジでマジで駆け抜けるんで、ジュリアシステムストックしてるパターンで頼むわ。はい、終わりましたわ普通に。156ゲームの386枚で終了ですね。普通に終わった。で今これ願うのは、天国に行ってくれっていうを願う。まあ、250が一番最初のゾーンというか、まあ、天国のところなんで OK。 さあレアイクかな、これは上段に落ちるチェリーのやつですね。だからここスイカみたいな形になってチャンス目になると。さあ90たまりも、これだから250踏めるんで連打でいきましょうか。ドキドキですよ。天国だったらここで当たります。いきます。オーライ177ゲーム早い、いやゲームじゃない、177ゲノムの42ゲーム、これありがたいパターンっすね。さあ行きましょう。かっこいい、わーおわーって。じゃあちょっと浅木でやります。これでレアエク引いた後に目押し発生で揃えば上乗せっていう。まあレアエクいかないとね、むずいっすよね。まあパトランに入ることを祈ろうぐらいですね、もうここからできることっていうのは。これは取ってるか、あ、終わったんですね。こう終わらなければジュリアも取ってますみたいな感じなんですけど、まあ引き継ぎで455枚。ああ、取ってた取ってた、危ねえ危ねえ。いきましょう。で保証馬の勢が20なので、まあ、そこまでは絶対続きますね。これは乗るかな、10、はい、5。さあ上乗せ10、25、こっから危ないんですよね。はい、上乗せ10、頑張ってるぞ、めっちゃいいぞいいぞ。これダメか、あ、乗った、まあ、ベル行かなきゃね。あー、やっとまた、これダメですね、ダメ。まあ40、まあ1セット分乗ってくれたと思ったら全然上出来。まだ目押し上乗せの目押しを全然やってないですけどね。あと96枚、いいぞいいぞ。さあなんだ、ちょリプレイ、これなんかジュリアの前兆でしたね。オッケー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 、来た来た、いいぞ。まあ、ここがもう本当にこの台の肝というか、これ入れないとどうしようもないんで、こっからいかに上乗せさせられるか、図柄を揃えられるか。まあ、外れが多いメリットとしてはこういう出目で楽しめるっていうのがありますよね。はい、危ない、終わりましたね、残念。あ、続いた、まだまだいける。いや待て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 、おーいまあしょうがない、40、残り71、な、結構頑張ってますね。 OK、 これでまくり。まあ、初当たりがねどうしても重くなっちゃう台なんで、まあ、触りにくいっていうのが当時みんなあったのかなって感じはありますけど。さあ来た来た、これ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 、こんな感じで来て揃えば上乗せなんですよ。まあ残念、まあ、獲得枚数なんて後からついてくるから、とりあえず上乗せして延命することを意識して。え、絶対入れたいな、アサルトリンケージ。やべえ、まだ1回も駆け抜けてないな、これなかなか快挙です。さあ終わっちゃうかな、まあこれしゃあないですね。800ちょい、869枚獲得でプラス275枚ですね。ダメだ、ああいった、44回転で3回目の初当たり、めちゃくちゃ早いです。これ
超頑張ってる。さあそして枚数もまたまた引き継ぎですね。やべえ、めっちゃ頑張ってんじゃん。ケイちゃんのジュリアシステムはこれめっちゃ押せるんで楽しい。チャンス目、チャンス目乗り角じゃなかったっけな。ダメですねこれ。ただジュリアシステムの可能性、あ一応1000枚超えましたね。ジュリアシステムの可能性はなくはない。終わりましたね。おお、あ入ってました入ってました、よかったですよかったです、ギリギリジュリアシステムですね。行きましょう。これついたらもう上乗せなんで押しちゃおうという感じですね。はい、ドン。面白いよねこれ。さあこれで20いっちゃったんで、こっからは転落の可能性があるんで気をつけましょうと。これ上乗せ、ああありますね。オッケーオッケー、来ましたね。オッケー、ついたね上乗せ。結構ケイちゃん頑張ってるな。ダメー。まあ40。オッケーオッケー、 AT1 セット分ってな感じがケイちゃんですね。次行きましょう。駿河ですね次。上乗せした時点で30ゲーム以上の上乗せが確定すると。そもそも直乗せで30以上っていうのがあんま選ばれないんで、何も起こらないことが多いっていうのがあんまり選ばない理由ですね。はぁ、ラスト。まあしゃあないねこれは。454ゲームの1087倍引き継ぎです。プラス493ですね。引き続き天国に行きたい。さあブラストオブゾーン。いややべえなこれ、なんか結構すごくないですか動きが。30、あなんか引いた、あ強チェーンね。はい、オッケー、変換はいらんぞ。オッケー、3個取ったぞ。なんだこれ、めっちゃ取ったな。25、合計115なんで、これは250いくんで、ここのこれ決める。あなんか継続した。ほい。さあ14ゲームの振り分けを取って185ですね。これ当たんないともうハマります。いきます、頼む。落ちない。違うすごい245ゲノブですね。440倍3枚プラで45回転ナウ。めちゃめちゃ頑張ってますよ。超神台じゃん。今のところ。いやいや、さあ行きましょう。最後やってないのタマキちゃんだけなんで、まあ、タマキちゃんだけ最後ちょっとやっていきましょう。これはね、あのなんかみんな気づいてか分かんないですけど、ここにね、本来だったらハーモニックレベルのバーになってるんですけど、これ玉になってますね。でまあ上乗せをこう玉で告知するみたいな感じです。玉貯めてってみたいな。まだあんのかな分かんないですけど、なくなるとかあんのかな。さあチャンス目、あ玉ゲットですね。ようやく着地。さあ玉2個目、さあ玉が青2個ですね。落ちたか。あ黄色取って、これかな。あ玉木チャレンジですね。さあ行きましょう。32 32どっから来た。あ10 2は、2はどっから来たんだ。はい、で34と合計76ゲームですね。上乗せです。まあこんな感じですね。はい、でまあ先で やらせていただきたいなと思います。まあ、ハーモニックレベルも見れますしね。さあ来た来た、いい気持ちいい、これが楽しいのよね。ほいほい、一撃ちゃうやん。はい、かっこいいね。いいぞ。まあでもスイカなんできついかな。あ揃った、ラッキー30ナイス。なんかすげえ頑張ってんな。上乗せしない AT ないじゃないですか。ジュリアシステムカモンよ。取れるかな。クレイン、あ大丈夫です。柄出ました。何柄でしたっけこれ。蜂蜜柄。いや何かの柄ですね。パチンコでもあるやつねこれ、覚えてますかね。駿河が上から狙うやつねこれ。パチンコだとマジで当たんないんですけどね、このクレインのリーチね。オッケー、完璧で、ジュリアシステムですね。行きましょう。さあ10ゲーム、かっこいいっすね。いいね。いやなんで、あー来たー。これが揃えばですよ、アサルトリンケージ。行きましょう、頼むぞマジで。ダブル、あーこうなんよね、本当に。狙えを出しましょう。
これストック取ってっかもな。いきます。いやー全然取ってねえわ。60、え、結構頑張ってるな。取らんのかい。やばいか、耐えろ。あー続け、よしよし、いいいいいい、かなり頑張ってる。怖い、耐えろ。終わった。70ゲームですね。いやー入れたかったね今、あれ揃えたら特化ゾーンね。3枚で今1000枚超えましたね。残り41ゲーム、ジュリアシステム入れたいな最後。まあでも今回結構出てくれたんじゃないですか。よっポイント、まあしゃあないですね。746ゲーム消化の1722枚、まあもちろん引きすぎです。いきましょう、さらなる天国を期待して。ゲノムチャレンジあと何本残ってんだ。92、まあそうやわな。いやいかねえな、どっかそう赤っこれやばい、一生250抜けないやつだ。やばいやばい、なんだこれ、相当展開いいっすよね。やばいでしょこれ。天国 P 飛んでるのかな、まだわかんない。 OKOK 取ってますね。よし最終ゲームぶち込みます。狙A を出さないとね。狙わしてくれ、20でかい。よーマジ決める、いきます。ダックー揃わんね本当に。さあまたまた続け、ダメか。55ですね、揃わんね。ちなみにジュリアシステム中の300ちょい分の1ぐらいで、突入しますね。こんな頑張る台だったっけすげえコツコツ頑張ってるんですけど。ちなみに磯ちゃんの一撃記録が3600枚なんで、なんか超えれそうな気がするんですけど、まあ、一撃じゃないですけど、まあその枚数的には引き継いで一撃になってる。やべえこれ8時間ずっと天国ループしてほしいな。終わりそうやな、まあ、天国抜けた時がね怖いんでね。もうこんなん1500ゲノムまで連れてかれても文句言えないですからね、こんだけ初当たりもらったら。さあ最終ゲーム、残念。まあ伸び悩んだけど、まあ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 947の2214枚、1620枚プラスす。さあ行きましょう。いい感じで、はい、いやいい感じで、ちなみに今1600枚ぴったりプラスですね。ってなわけでちょっと昼休憩いただきましょう。ウーバーイーツで、ウーバーイーツこの時期マジ重宝する。いただきます。というわけでご飯食べ終わったんで、コメント返しの方していきたいなというふうに思います。いきましょう、初回ゲアス、ヨッピマン Z さん、こんな時でも笑顔でスロット打ってくれると元気になる、ありがとうと。ありがとうございます。世の中的にもね、やっぱ今みんなで乗り越えていかなあかん時期なんで、まあ、ちょっとでも僕たちのねコンテンツが皆さんの笑顔になるのであれば嬉しいですよね。ありがとうございます。次、ムロムロさんから、古い台見れるならホールじゃなくてもいいなと、初代ゲアス本当に面白いし大好きと、ありがとうございます。ホールではホールの楽しみ、イエスロではイエスロの楽しみっていうのがやっぱあって、やっぱホールでなかなか例えば古い台、まあしょ、ね、最初のサイコロ次第ですけど、古い台の高設定とか、なかなかね、打てなかった方とかもたくさんいると思うんで、まあ僕もそうですしね、まあそういう挙動をたくさん見せれたらいいなというふうに思ってます。オールマイトさん、音が小さいとありがとうございます。ね、最初の動画を上げた時に、もう何本も撮ってたんですよ。後々やっぱ音が小さいというコメントいただいて、あーみたいな。っていうのをコメント見てから、爆音で今日もね、耳栓やってるんですけど、僕の声のマイクの方が近いから、この声ばっかり拾っちゃってみたいなのがあるんで、まあちょっと気をつけます、すいません。てな感じでね、たくさんコメントありがとうございます。やっぱりね、家から出られない方がすごいたくさんいる中で、まあ僕ら何できるんやろうって、まあ、皆さんも楽しんでもらえたら、それはそれで嬉しいなと思います。というわけで引き続き、プラス1600枚の獲得枚数のマジスティックプリンスを伸ばしていけるように頑張っていきたいというふうに思います。入れましょう、アスタートリンケージ。入れてください。やろう、よし、いきます。成り上がり、 OK、 行きましょうです。500合計の40の、まあまあ純増は4枚です。シングルライン、いやー伸ばしきれ、くそー。
ブラストオブゾーンがなんか極端に重たいっすね。これモード移行だけ見たらなんかうわいいのかなと思ってたけど、ちょっと難しいっすね。朝一たまたまモード B に飛んだっていう可能性もなくはない。なんかいいとこと悪いところがすごい顕著に出てんだよな。深いぞこれは。覚悟しなきゃいけないっすね。きちー、いやーダメかー。もうちょい、あとちょいだと思います。よーし、50はたまるだろう。通常 B にいれば当たりますね。ほい、さあ合計で95ですね。多分当たると思います。いきます。 OK、 971、375ゲームサバイはプラス1027枚。じりじりと減ってはいってますけど、なんやかんや初当たり軽い。いきましょう。すいませんちょっと強気に行き過ぎたねヒーローラッシュ絶対入れる、まあ、まずはジュリアシステムですけどね。いや無事、いやー頼む、行ってくれ。まずは上乗せ、大丈夫。10ゲーム白ナビ、いやまだ分からん。煽りがない。おー行ってる、気持ちいい。このボタンフリーズ気持ちよすぎる。決める、マジで。これでまずは 9% 取ってくれることを祈る。ここのベルを引かない方がいいですよね。まあ今は大丈夫なんですけどね。おっとスイカ引いた、滑ってますもんね。スイカですもんね。違う、チャンスベラ消灯してる。 AT ストックを取りましたね。ナイス、まあ、終わってから40ゲーム上乗せがあるっていうのはまあありがたいですね。狙え、くそーやめろ、耐えろ、よし、いいぞ、やめてくれー、耐えろ。35プラスまあ40ですね。 OKOK、 残り50ゲーム。アサルトリッケージ入らねー、マジで。それをお見せしたいのに、まあ、あれ入れないとぶっ壊れないんでね、マジで。まあ、チャンスはまだ伸ばせる、チャンスはある。さあ終わりですけどまだ続きますね。で残り40からまたスタート。頼む、ここで伸ばさないと。兄貴無事っす、無事っす。これ現状を維持して、現状維持じゃダメなんだよ、もったいねー。いや序盤めっちゃジュリア入ってたのにな。402枚かな、しょべーわ。終了、なんも特化ゾーンいかないね、マジで。天国だって久しく飛んでないですもんね。5連続くらい飛んでない、多分。いやちょっと見せ場がねえなー、まあ、十分懐かしめてはいるんですけどね。まあサマイもプラスで申し分はないんですけど、なんか出しっぱくれてる感じがあるな。 OK、 かっこいいですね。88ゲーム消化の195枚っす。ちょっとつらいっすねこれ。序盤に天国行きすぎたペナルティーでも食らってるのかなこれ全く行かなくなりましたもんね。4ぐらいですかね、まあ、その心はいろいろありますけど、まあその天国への飛び率、まあ、たまたまその天国 B に行ってで天国がループしましたっていうのが前半で、後半からは天国に一切飛んでないっていうのがあるんですけど、でも線を越えてない、通常 A のところの深いところまで行ってないっていうのを見ると間ぐらいの設定になるから、多分6だともうちょっと天国飛んじゃうと思うんですよね。いや全然穴がち間違ってない気がする。でこれで定設定やったら逆に夢がある、めちゃくちゃ。でもやっぱ普段打ってたやつねこんな優しくなかったんで、最悪6もワンチャンありそうですけど、まあもうちょっと飛ぶでしょう。ごめんなさい、ほんでさっき4かなとか言ってましたけど、5の可能性も出てきました。いやっていうのも、あの天国 B のループが多分6連ぐらいしてるんですよね、天国だけで。だけどその後の天国以降があんまりないのを見ると、6よりかは5なのかなっていう感じですかね。この予測硬いです。俺あとめちゃめちゃメタ読みっすけど、あのサイコロデッキを出すの得意なんですよただ
まあ残り時間がすごい短いので、もう、まあ、本当は見せ場作れるまで延長したいんですけど、それはやっちゃうとね、終始の様に影響出ちゃうんで、6やったら打てば打とうのプラスになるからね、理屈上は。今僕がやるべきことって、まあ、見せ場を作ることが一番そうなんですけど、あの375枚のプラスを維持しながら見せ場を作るってことは、もう特化ゾーンよしかないて。いやーこれいったしな。いや俺やったら付き合うけどな。最高、継続したらいいけど。ダメ、70、69、162まで行きましたね。これ怪しいね、間に合わん可能性あるな。もしブラストオブゾーン1回も入らんかったら、で天井まで行けば間に合わないです。ここまで来てマイナスっていうのもなんか悲しいですからね。まあそれはもうそれしょうがないんですけどね。天国飛ばないことがこんなに辛いのかと、原産ゾーンに、原産の特化ゾーンにね行かないのがこんなに辛いのかと、後半かなり味わってます。 HP キャノンを使用して敵セーブ力、なんか絶妙。ああまあでも赤体なんで大丈夫かな、これまあ行ってるかな。チャンスアップ頼む、多分大丈夫。ま、いや復活 OK、 D 点やねこれ。さあ間に合いました、残り3 29分でなんとか間に合いましたね。ちょっとこれ伸ばさないと本当にヤバいっす。ちょ振り分けね、100とかもあるんですけどね、300までありますね。まあ40でしょう。でも初回はねジュリアシステムの状態、まあ要は突入率に影響する状態が多分上がってると思うよね。だからこういうのでもヒットしてくれるんだよ。じゃないとジュリアシステムって一番下のモードとかだと弱点とかで 5% でしか入らないんで、めっちゃきつい。メック強チェリーチャンス目、スイカ 5% で上乗せかな。スイカ30ゲームのジュリア、よし、え？なんで10ゲームなんだこれ。全長ですねこれ。さあ20、まあこれ分散してきましたね多分、スイカの30を。残り30ゲーム、まあ、ここで伸ばすのが一番いい。だから初回の多分モードの振り分け悪いとマジで駆け抜ける。いやーむずいなこれ。さあゲノムチャレンジ、ごめんなさい、ちょっと枚数見る余裕もなかったわ。さあなんで赤いんだ。250超えたらもう絶望なんで、まあラストチャンス、250は回せますね。よし、これ25までいけますね。これ超えたらやばいっす。マジどこまでいくか分かんないんで、いきましょう、頼むぞ。ゲノムチャレンジいきます。よっしゃ、224、435枚プラスでギリギリ、超久しぶりの天国、まあ、13回目の初当たりかな。こんな取れないからね初当たり。伸ばすぞ、まずはジュリアにぶち込む。ちょっと磯丸の逃走本能を見せつけるしかないマジで。どうこれ、来てくれマジで、まだいけるだろこれ、いったらやばい、ダメだろ。 OK、 ラストチャンスかもしんねえけど、マジでアサルト人間陣出る。なんかここ光ってるっけ、いつも関係ない。何でも期待してしまうな。普通にやりましょうか。いいぞ、狙いを来い狙い、頼むマジでアサルト人間に頼む。ナイスナイス、狙わせてくれ頼むマジで。うわー耐えろ、くっそー、ちょマジアサルト人間アイラドスゴー、ダメだめっちゃむずい。アプリやったらパンパン入るのにな。いやまだ終わってねえよ。いや枚数めっちゃ取れてんだけどな。さあ枚数かなり取れましたけど、442枚、あと10分ですね。お金
天国 B だったらループの可能性あるんで、ちょっとまだ間に合うでしょう。10分あれば250普通に打ってたら間に合わんすね。ブラストオブゾーン行かないと、行けば行けば行ける余裕。よし間に合う。250でもうなかったらもう無理、それ以上はもう諦めなさいって感じですけど、AT 中これになってくるよな。さあ95続く、これ激アツマジで。これでだってもう今200ですからね、250までチェックできる。これ250もうここで決まる全てがと言っても過言ではない。さあスイカを引いた、変換入る、緑30、さあ合計215、みんなもお願いしてくれ、いきます。250のとこで頼む。あーいける、これいける、臭い、うん、ってことはこれ天国 B の可能性がある。ちょっと急いでももう無理だ、さすがに間に合わん。だこれを伸ばすしかないかな、さすがに。粘りの14回目初当たり、 B に飛んでる可能性がマジである。これちょっと早くしてくれ、駆け抜けだけはマジで勘弁やね、ここ。いやーいいぞマジで、頼む。スイカいらんぞ、チャンス目。いやーくそ、間に合うかこれ。おい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 、ハーモニークレープのバチバチ上がってる、これ一番上までいる可能性ある。間に合わんかこれ、残り8回転。いや最終ゲームに取ってるパターンね、頼むマジで。斜め、よし、ダメか、無理か、取れてないか、いきます。ベッドで反応性532、ゲノムチャレンジ56、あといけるいける、今7時間56分19秒いける、間に合った間に合った、よし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 、奇跡奇跡が起きた。でここを伸ばすしかないです、もうラストチャンス15回目、まあキリがいいね、3で割れるんで、いけないか、まあ、最後もどんだけ時間かけても一緒やから、ちょっと朝霧でいきましょう。さあこれサバイ先輩取ったね、またよしよし、やばい、ちょマジ天国 B 破壊力やばい、これいけるいけるいける、取れ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 、歌のやつね、危ないか、いやでも取ってるやろこれ、多分取ってますね。白ナビ第三天使固まる、固まらない、いや大丈夫やこれ、多分取ってます。 OKOK、マジガチガチのラストチャンス、 9% で元から取れてますからね、いけるいける、取れてなくてもレアクとかでも取れるし、もちろん揃えてもいけるし、いいよ、枚数的にもね、この左ファーストがめちゃくちゃ上げて、これは違うね、こっからこっからこっから頼むぞ、カットインが来ない、狙え、頼む、狙わせてくれ、危ない、やめろ、耐えろ耐えろ、わーもう45、くっそー、いやーいかんのか結局、いや待て待て待て、弱か、いやチリツモよこういうのも、忘れてた、10ゲーム、まあ、20% ぐらいで弱点だと上乗せするんで、赤狙いとか一回も来てないっすね、あれでねドキドキするんですけどね、ぶっ壊れる特化ゾーンやれなかったっすね。あもう1分超えてますね、8時間ちょ申し訳ない、ちょっと延長させていただきます。AT だけで俺結構走ってる気するけどな、2000ゲームぐらい走ってるじゃないですか、そんな走ってないから、まあでもアサルトリンケージなくてもプラスに持っていける台だよっていうことが証明されましたね。ジュリアシステムしかやってないマジで。
270-959。はい、まあ、得て終わったということで4分オーバーですね。玉井プラス1388枚で終了したいなというふうに思います。ありがとうございました。どうすかね、設定予想は5ですかね。いきます、ドア開けたいなというふうに思います。いきます。扉が開いています。あ、ほら、いや、お見事、嬉しい。これはなんかマジっぷりなんか俺設定カンパしたことないけど、めっちゃ嬉しいですね。モード移行 OK はやっぱモード移行信用していいのかなっていう、なんかちょっと癖のある移行の仕方でしたけどね。グラフ見てもらってもなんかやっぱ最初ちょっとハマって、こっからずっとこの6回か7回ぐらい天国ループしてる。これがおそらく天国 B のところですね。で、まあそっからずっとここまでかな、7回ぐらいかな、天国スルーしてあれあれって感じになったんですけど、6だとさすがにこの間にね、もうちょっと天国行ってくれるはずなんで、まあいかんせんこのね天国 B のループが決め手になったかなというふうに思います。最初4からと思ったんですけど、4だと 50% で天国 B ループなんで6回は無理かなっていう。ただもう全然、もうめっちゃ申し訳ないですけど、見せ場全くなかったんで、まあ、全くないっていうか、なんか特化ゾーンとか入れられなかったんで、まあ、入れんでもプラスにできたっていう、まあ、こう設定やからっていう、まあそんな感じで次何か分かんないですけど、次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。で今回北斗救世主です。あ、勝った。あ、まあ、ごめんなさい。うわあ、開けたー、これ。よっしゃ、赤や赤や。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。